はい、まあ、大丈夫です。いただきます。なんか、ケンちゃん言うてるけど、パンとか売りに行くのどうか。そうそうそう、パンあの売りに行ってるのと、あとまあ、体育館、ウィングとか、社協、ああ、社協とか、で、あとはあの企業さんに、会社にね、1ヶ月に1回ぐらい。あガンセンター。ガンセンターどこだ。森の宮のとこ。ここの店であってもお客さんそんな経営者だ。営業者だね。営業者。そうそう。俺も一緒やで営業者だ。営業者。他の利用者さんも変わったりも担当決まってます。あ、お菓子はね、うん、今3人の子が交代で、うん、あのその日によって。うん、あ、あれ何個かとか、5種類何個かとか、同じもんばっかりじゃない。あ、そうそうそう。ね、秋山とはそこら辺で一致できんねんな。すごいな。これはなんか、は桃かなんて、花。ハートに。うさぎさんに見えるけど、ちゃんと。そうです。なあ。ヒアマでもやるの。ね、色違いね。クッキーとあとココアと。ココアと。ああ。エイケンさんではもうパートさん。パートさん募集していますんで、よかったら、はい、よろしくお願いします。朝1時からお昼12時まで、はい、また焼きそば作ったりサンドイッチ作ったりしてくれる人を募集してます。はい、わかりました。皆さん来てくださいね。お願いします。はい。サンドイッチなどは早く売り切れますので、お早めにどうぞ。2部では作業所の方撮影しますので、またよろしくお願いします。